アポロンと5つの神託は、アメリカ合衆国の作家リックディオーダンによる人間にされた神アポロンの活躍を描いたファンタジー小説のシリーズ、パーシー・ジャクソンシリーズの第3シリーズ。日本語版は、ホルプ出版より、金原水人と小林美希の翻訳で発売されている。ギリシア神話の神々やモンスターなどは、不死身の存在であり、時代に応じて、 最も栄えている地域に移動し暮らしている。そして現代、21世紀においては、アメリカ合衆国がその地域である。神々の中には、人間と交わり、子を設けた者も,もいる。そうした子供たちは、半身半人、デミゴッドと呼ばれ、親の神から引き継いだ特別な能力を持つ。デミゴッドに、共通の特徴として、以下のような点が挙げられる。 ADHD と学習障害の独自障害を持つことがある。前者は戦場での集中力を高め生き残るのに役立つ。また、後者は意識が古代ギリシアの文字を強く記憶していることの代償である。ミストを見通すことができる。つまり普通の人間には見ることのできない神やモンスターを見ることができる。睡眠中、夢を通じて様々な情報を得る。 遠くの出来事や探している敵や仲間の様子を見たりすることがある。特有の周期を持ち、モンスターを引きつける。ただし、周期の強さは親の神によって異なる。ありがとうございます。